Baby, it's you. 無限へと散らばれ始まりの愛し死へ生かして At home. 僕の部屋におかえり NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さてさて、10月も始まりましたけど、皆さんどうですか？肌寒くなってきて、僕の誕生日も近づいてきて、また一つ年を取ろうかというこの季節なんですけど、ありがたいことにね、本当に今回の、トゥーバディーズのね活動すごく楽しくやらせてもらっていてですね、久しぶりに韓国のね地方のファンのみんなともね直接会えてすごく嬉しかったですし、これからねアメリカツアーだったりね、いろいろなことがねまだまだ待っているので、皆さん引き続き、トゥーバディーズ、活動応援よろしくお願いします。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でデザイナBest
NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。10月のテーマはですね、 NCT の朝に聞きたい目覚めのナンバーです。まずは NCT127 で Wakey Wakey。タイトル通りに起きてと呼びかけるナンバーですね。爽やかな目覚めというよりは気合を入れて一日をスタートするぞっていう人にねおすすめです。続いて NCT ドリームでチューイングガム。ポップでですね、明るくて聴いてるだけで楽しくなれるナンバーですね。目覚ましの曲にしたら気持ちよく起きるそうな一曲ですね。そして最後は NCTU でユニバース、 Let's play ball。まさにプレイボールという感じで、さあ今日も一日頑張ろうと思えるナンバーです。以上 NCT の朝に聞きたい目覚めのナンバーでした。僕が朝起きて一番初めにすることはですね、歯磨きです。それでは引き続き NCT127 ユータのユーザードームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、今日は専門用語をテーマにお話ししたいと思います。専門用語とは、ある特定の分野や職業業界などでのみ使用されている言葉のことですね。例えば音楽業界で言うと、箱はコンサート会場やライブハウスのこと、また予定よりも時間が長引くことを押す、その逆で時間が早まることを巻く、といった風に使ったりしますが、最近は一般的にも使う言葉なので意味を知っている人も多いかもしれませんね。ちなみにですね、最近日本でのお仕事も増えてきた僕ユータなんですけど、印象的だった専門用語というかですね、僕の場合はいわばもう逆輸入なわけでですね、コンサートとかもね、やらせてもらってるんですけど、ありがたいことに。未だにね、やっぱこう、韓国の言葉で覚えちゃってるから、下手と上手だったりね、あとこう、花道とかさ、ウィングって言われてるとこあるんですけど、こう広がってるとこだったりね、あと誰々と神明ってよく言われることあるんですけど、たまにねやっぱね、まだまだこう、あれ下手とか見ててどっちだったっけとか、あと神明って何だったっけとかっていう、多分俺ぐらいしかごっちゃになる人ってそんなにねいないと思うんですけど、まあそんな感じですかね。続いてですね、ちょっと変わった業界用語も紹介しようと思います。お寿司屋さんで兄貴というと、前の日に仕入れたネタのことだそうです。その日に仕入れたネタは弟というそうですね。すごいですねこれ。でまたタクシー業界では、酔っ払ったお客様は、ゆらゆら動いていることからワカメ、そして長距離で利用するお客さんのことをめったに現れないことからお化けなんて呼ぶそうです。そうなんや。でまたアルバイトなどでトイレや休憩に行く時の3番行ってきますだったり、お店のメニューや商品を略して使うことなど、ある意味専門用語と言っていいかもしれません。おら俺これ絶対ジョーに教えたろ、ジョーンつってトイレ行きたいという時3番行ってきますって日本では言うのよっていうのをちょっと次教えてあげようかな。これ絶対使うよジョーン。俺最近ジョーンと絶対会ったら交わす言葉があって、それもちょっと専門用語じゃないけど略語なんだけど、うざっすとかうざっすっていうのを俺最近ジョーに教えたんですけど、ジョーめちゃくちゃうまいのそれ。その会話だけしてるときは本当に日本人対日本人の会話って言われてるぐらいすごいこうジョーがうまくて、ジョーねやっぱ真似するのとかめちゃくちゃうまいからね、今度これ教えてあげようかな。兄貴とかね、お化けとか3番行ってきますっていうのを教えてあげようかなと思います。そしてですね、 K-POP でもペンやカンバなど、有名な用語がたくさんありますが、 NCT127 ならではの言葉も結構ありますね。NCT127 はイリチル、これ誰が考えるんだろうな。すごいこの大元の人が気になるよねいつも。ファンの皆さんはシズニー、そしてこの番組のリスナーはユータミ、そして NCT のペンライトは草ドンキ草ドンキなんて呼ばれてますね。こういった専門用語はファンならではの特別感があって、いいなと思いますね。そうですね、 NCT127 関連の専門用語はね、僕が知らないもの、他にもたくさんあるかもしれないので、こういう言葉使っているようなと、あったら教えてもらいたいなと思います。それではここで一曲をお送りしようと思います。 NCT127 でプレイバック。プレイバック。 Now we're
복된 말을 해도 습관처럼 늘 같은 행동 언제나 너를 찾는 변함없는 태도 얘는 없는데 I don't know 여전해 함께했던 게 존버망생 같아 아쉬운 기억 속 추억 속 너야 언제나 수없이 되니 제발 니는 돌아가고 결국 다시 그 안에서 뛰고 있어 지금 난 Baby 네가 그것이 보여 Baby 뒷불이 된 매 순간 우리 속에 나타나는 건 내 제품 다 잊고 비워 내 눈에 그대로 Baby 다시 한번 네 모습을 재생 돌아가는 태도처럼 이 순간 끝없이 내꺼 너의 이름 The Playback Playback yeah. 들리는 음악이 왜 yeah. Every time 선명한 음성이 돼 yeah. 날 찾아는 똑같은 끌림으로 또 널 만나지 어린 너의 온기 너는 어린 어리서 날 찾아와 다시 매번 돌고 돌아 왜 이럴까 왜 이럴까 wow, wow, wow. 제 바퀴 속 뛰고 있어 지금까지 yeah. 멈춤 없이 밤을 새며 매 순간 Playback 네가 그렇지 보여 baby 되풀이 된 매 순간 머릿속에 나타나는 게 자꾸 다시 한번 네 모습을 재생 돌아가는 체력처럼 이 순간 끝없이 모두 너의 이름 The Playback Playback yeah. Take me back Take me Take me Take me back Take me Take me back Take me Take me Take me back Take me back Take me Take me Take me back Take me Playback Playback yeah. 시간이 약이 될 순 없나 봐 그런가 봐 Can we do it One more time. Oh, wow, 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 wow. Play, ba, 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 I want you to play, play, play. 내가 그렇지 보여, baby. 자꾸 이제 내 속에 머릿속에 나타나는 건 대자도 대자도 기원해도 내가 대자도 baby. 다시 한번 기억해. NCT 127 ユータのユータアットホーム。 NCT 127ユータのユータアットホーム。 お送りしたのは NCT 127でプレイバックでした。ここで皆さんからのメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームダルゴンさん、初めてお便りを送らせていただきました。私は今高校2年生で秋に最後の球技大会があります。球技はバレーボールとバドミントンです。私はスポーツ全般、特に球技が苦手で、いつもみんなの足を引っ張って恥をかいています。ゆうたくんはサッカーが上手でバドミントンも上手かったと言っていたので、とても尊敬しています。そんなゆうたくん、私が最後の球技大会で恥をかかないようにバドミントンが上手くなるコツを教えてください。上手くなるコツ、でも楽しむことじゃない、やっぱり、どっちみちしないといけない、この球技大会で。ていうか別にバドミントン失敗しても恥かくことってあるかな。どうなんな、わからんへんけどさ、その友達がさ、めちゃくちゃいじってくるやつやったらちょっとさ、まあまあそんな感じになるかもしれへんけど。まあでもやっぱ、上手くなるコツっていうのは、まあそんな短期間でないから、そういうのはないけど、やっぱ楽しむっていう心を持ってね、しかも最後の球技大会でしょ。だからね、なんか別にミスってもね。まあそれも面白い、絶対あの思い出になると思うんで、とりあえず楽しんでみてください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、モグリーさん。難しいラジオネーム多ない。ゆうたくん、ただいま、突然ですが、相談と質問があります。何でしょうか？私はこの秋、大学を卒業するのですが、仕事が始まるのは4月です。なので、半年間時間があるのですが、何をやるか悩んでいます。仕事に活かせるアルバイトは免許取得、韓国語の勉強はしようと思っています。ですが、もう一つくらい目標が欲しいです。ゆうたくんはもし長めの休みがあったらしたいことなどありますが、ゆうたくんに考えてもらったら、しがちな私でも頑張れると思うので、よろしくお願いします。と。
どうだろうね。もう一つか。でもめちゃくちゃ十分やと思うけどね。仕事に行かせるアルバイト、免許取得、韓国語3つあるでしょ。3つで十分やと思うけどね。その3つをできるだけこう使えるように頑張るっていうのを目標にしたらどうかなと。その3つで多分十分やと思いますね。ちなみに僕ゆうたがもし長めの休みがあったら、そうだね、俺もっと日本について知りたいかもね。なんか僕16歳でね韓国来てるからさ、こう最近お仕事でちょくちょく行かせてもらうんですけど、やっぱね全然わかんないの。どこがどこの場所でとか、どこに美味しいお店があってとかっていうのをもうちょい知りたい。だからちょっと1ヶ月ぐらい休みあったら、ちょっとずつこう旅行していって、まあある程度ここのお店が美味しくてみたいなさ、有名どころは知っておきたいなっていう、そんな感じかな。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームごまさん、ゆうたくんただいま、おかえり。映画ハイアンドローのゆうたくん、喋らない演技が上手すぎます。公開前のインタビューでも、なんで演技できるのって言われてましたが、本当に驚きましたし、私の推しは天才だなと思いました。ありがとう。撮影時の監督さんからの褒められエピソードがあったら聞きたいなと思っていて、ゆうたくんの記憶に残っているワードなどあれば教えてほしいです。監督はねすごいこう極端で、めっちゃ良かった時はオッケーって言うんですよ。でもう押してて時間もないから、次の撮影に現場に行かないといけないとか、次のカット行かないといけなくて、ちょっと惰性で OK した時は、はい OK って言うんですよ。だから監督の声聞いて、あこのカット良かったんだなとか、逆にあこのカットちょっと微妙だったんだろうなっていうのはね、思いながら撮影させてもらってましたけど、でもね俺いろんな方、それこそねアキくんとかゴーキくんとかもそうなんですけど、いろいろなこうキャリアのある俳優さんたち、長いことやられてる俳優さんたちとお仕事したり、いっぱいお話しさせてもらったんですけど、やっぱねその人たちでさえこう監督と思っていることがねちょっとずれてたりっていうのは絶対にあることらしいのよね。だからなんて言うんだろうね、そこはやっぱあんまり気にしてなかったね。まあ僕らもあるんでね、こう例えばだけど、レコーディングでこうしてほしいと言われることも多々あるのね。でも俺はこう思ってるから、いやいやこれはこうでしょっていうような感じと多分似たようなもんなんだろうなっていう、やっぱ作品作りっていう部分ではね、っていう感じで撮影やらせてもらったんですけど、多分なんだけど、そう、それゴーキ君とかにも言われて、なんで初演技でそんな恥ずかしがらずにできるのって言われたんですけど、多分日頃からみんなの前で大声出してるからだと思うよ。 Let's get it! とかさ、度胸とか言ってるじゃん、多分それでそういうのがあって、多分そんな何百人でも何万人の前でやってるわけじゃん、そんなね何百人とかいる中でやるのはもうなんか当たり前というか、別になんて言うんだろう、大してあんまこう気にならなかったっていうのはあるかもしれないですね。次行きたいと思います。ラジオネームハイエナさん、ゆうたくんただいま、おかえり。私は最近作詞をしてみたいなと思うようになりました。私は自分の気持ちを隠さずに伝えることが苦手なのですが、イリチルメンバーのソロ曲などを聴いていく中で、自分の気持ちを表せるのは素敵だなと思い始めました。しかし何から始めていいのかが分かりません。ゆうたくんが歌を作っていく中で大事にしていることはありますか？アドバイスをいただけると嬉しいです。これからも体調に気をつけて頑張ってくださいというメッセージいただきました。まあ、曲を作る、まあそう、何をするにもそうなんですけど、あんまこう嘘はつきたくないなと思ってます。例えばなんかこう恋愛の曲だったりとかも、まあファンタジーの曲とかもあると思うんだけど、それも例えばだけど、俺は例えばこの漫画を見て、この主人公とかこのストーリーになんて言うんだろう、感化されて作ってるから、そこには嘘はないわけじゃん。なんかこう例えば応援歌とかもあると思うけど、なんかこう自分をこう棚に上げて、なんかこう君たちはどうだとかっていうのはこう言いたくないし、だからなんかそこかな、なんかこう自分も一緒に巻き込んで作っていきたいみたいなっていうのはあるかもしれないですね。だからっていう作り方ですかね。だからちょっと泥臭い感じなんですけど、そうあんまりおしゃれに作ろうとかっていうのは考えてなくて、だからハイエナさんがこうどういうものを表現して誰かに届けたいかっていうことですごくいいと思うんですよね。とりあえず自分の言いたいこととかっていうのを第一に考えて作ってみた方がいいと思いますね。その方が楽しいし、もし自分でパフォーマンスして自分がプレイヤーになった時に、その曲を歌った時に、なんかこうなんて言うんだろう、ちゃんとこうしっくり歌えるというか、その時にもし嘘ついて返したら、みんなの前で歌う時に
めちゃくちゃ恥ずかしいと思うから、そう、まあそこら辺かな。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。さて、現在番組では2つのテーマでメッセージを受け付けしています。一つはですね、スポーツの秋ということで、学生時代に打ち込んだ部活やベストな記録自慢などを募集中です。もう一つは新コーナーゆうたアワード、今募集しているテーマはめちゃくちゃ恥ずかしかったでしょう、まるまるして大笑いされた、こんな失敗してしまったなど、皆さんの恥ずかしかったお話を教えてほしいなと思います。僕が一番これ恥ずかしいでと思ったあの人にはですね、最優秀賞、番組ステッカーをプレゼントします。メッセージはオーディナにある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。続いての曲いきたいと思います。 NCT127 で2バディーズ。We pulling up and we cutting the line. 듣지 않아, it isn't right. Timing 맞춰서 보이는 sign. Open the keys, open the mind. Too fast, you 움직임은 Blue's Clues. Everybody jealous, 따라 해보든가 누구. 위험한 생각에 맞서봐. 이번엔 피하지 않은 날. Let's get away right now. 더 빠르게, yeah, yeah. 그려 내 모습을 마주하게. Zero to back on the highest speed. 가는 길 앞에 아무도 없지. 내 삶에 나를 위한 구성도로 Fill up the tank, pull the gasoline on me, right. Two baddies, two baddies, one Porsche. Two baddies, two baddies, one Porsche. 몰라 난 너가 뭘 하는지 있는 그대로의 모습 I don't admit it. Two baddies, two baddies, one Porsche. Two baddies, two baddies, one Porsche. 너가 날 본다면 알잖아. Show me, baby, what's your style? 최고로 느껴본 다음 너의 세상은 달라질 거야. You gon' wanna come and wow. 다른 거 필요 없어, 자꾸만 화려해 질 거야 넌. Now you wanna ride this wheel. 우리 get some time, 너도 wanna get your feel. Yeah, we got no time to kill. 배기음이 말이 많이 바빠 ill. 더 위로 가, 점점 위로 가. 널 잃지 마, 끝까지 달려가. 고민하지 마, 불안할 뿐이야. That's a good, I don't know where you know. Two baddies, two baddies, one Porsche. Two baddies, two baddies, one Porsche. 몰라 난 너가 뭘 하는지 있는 그대로의 모습 I don't admit it. Two baddies, two baddies, one Porsche. Two baddies, two baddies, one Porsche. 너가 날 본다면 알잖아. 우린 다채로운 세금을 rainbow shade. 열린 도로 속에 하얗게 밝혀진 길이 여기 펼쳤네. 가려진 세상에서 벗어나. Run to the highway. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ、
今月は帰ってきたゆうたの一問一答、質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。では早速いってみましょう。 Let's go。 ベッドに入ってから寝るまでは何分？うん、だいたい15分ぐらいかな。最近まで勘違いしていたことは、その勘違いしていたことさえわかんない、東京ドームは東京都何区？これは23区の中のどれかだね。好きなおでんの具は、ちくわ。ということで、ゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127、 ゆうたのゆうた等もお楽しみください。NCT127、 ゆうたのゆうたアットホーム、ゆうたアットホーム。今週の NCT127、 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後にね、この方のメッセージ紹介して終わろうかなと思います。ラジオネームマクドヨルズミシさん、映画ハイアンドローザワーストクロス、ついに公開されましたね。ありがとうございます。母親的には喧嘩しないで勉強してと突っ込みたくなりましたが、一方的な暴力ではなく、むしろ相手に敬意を持って全てをかけて対峙する拳が会話の最高のバトルオブユースでした。最高のアクション映画を見た後のあるあるで自分も喧嘩が強くなった気がしましたが、ゆうたくんも歌ってるウィングスに無事骨抜きにされました。ゆうたくんが出演してくれたことで好きな映画が増えました。ありがとうございます。そうですね、今回のこの映画もうね、すごくたくさん話させてもらってるんですけど、まあね、高校生の喧嘩ではあるんですけど、すごくこう自分たちの正義があって、もちろんね、その正義目指すものは違うんだけど、その信念をこう信じてお互いにこう喧嘩するっていう、すごく熱い、なんて言うんだろうな、この、まあ、みんなが持ってる、こう、胸の中にある、こう、熱いものってあるじゃん。それにすごく訴えかけてくれる映画だと思っていて、映画自体が初めて参戦させてもらって、僕自身、すごい挑戦でしたし、でも本当にね、すごくたくさんの方に助けてもらって、無事にね、こうやってたくさんの方に愛される映画になって、すごく、嬉しく思っています。これからもね、ハイアンドローザーワーストクロス、たくさん、見てくれたら嬉しいなと思います。それでは、お別れの時間となりました。NCT127、 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕のお部屋に皆さんぜひ遊びに来てください。それではバイバーイ。Speed up, high risk, can't get a pull off. Troopers told me why I'm got the teamwork. 내게 없어 좌우도 지갑으로 다 다 내 freedom. 따라할수도 따라올수도 없지 drill and more. 미친속도로 적당히가앉으면 a new record. 올라타는 my seat, 준비됐지 my team, 터질듯한 engine highway.숨막히는열기충돌할때마치끝이없는긴장속에우리만의방식을지켜내 Do or die always 다시 right on top gear All day die up Day and night